一冊。最強、チルは、韓国 KBS で2008年6月17日から、同年8月19日まで放送された、刺劇ファンタジードラマ。主人公、チェチル役をエリックが演じた。日本で人気のある、時代劇、必殺シリーズのリメイク作品である。全20話。日本では、衛星劇場で放送されたほか、2009年4月29日から、 同年11月11日まで BS 朝日で放送され、その後はホームドラマチャンネルにて放送された。日本で人気のある時代劇必殺シリーズに着目した韓国側が著作権保有者の ABC と小畜からストーリーフォーマットを買い韓国向けにアレンジした作品。このため日本で DVD 発売されるのを機に正式に必殺シリーズに 外伝扱いとして編入されており、砲台には、現代の戦闘に、必殺、お付け加えられただけのものとなっている。昼は冴えないコッパ役人が夜は、死角となり、法に裁かれない悪を始末する。主演のエリックは、本作を最後に兵役についた。イオンにとっては、遺作となっている。義金婦に勤めるチェッチルは、養婦を殺されて以来、 世の中に関わらないことを心情に、妹ウヨンの成功をただただ願っていた。しかし、四次争いに巻き込まれ、ウヨンは殺されてしまい、怒りのあまり、ンドを殺したチルダが、その現場を、ミン・スン・グクに目撃される。ありがとうございます。